こんにちは。さあ、秋季キャンプが、本格的にもうスタートしましたけれども、はい、その中で、阪神、まあ、やっぱりどうしても藤川新監督に注目が、はい、集まるんですけれども、全面禁煙を導入ということで、11月から阪神は全面禁煙導入するそうです。ブーブーだろうな、吸う人吸う人は。俺 DeNA に戻った時に、はい、やっぱ DeNA がやっぱできるだけ吸わないでほしい。うん、やっぱパフォーマンスも落ちるし、はい、やっぱスポーツ選手という健康第一でやってほしいと、うん、はい、まあ、それは分かる。俺その時は、うん、まあ、その時って今もやめてるけど、はい、もう吸わなかったのね、はい、やっぱ吸う人たちは、うん、まあ、大変だったみたいな、もうイライラして、まあ、イライラして、まあ、吸うスペースもあったけど、はい、まあ、急にはできないからということ で、はいはい、で2年目からも全面禁煙だったのかな。でもまだあれか、まだ大丈夫だったのかな。うん、今どうか分かんないけども、はい、やっぱキャンプでは吸うのは禁止とかさ、はい、そういうお達しが出て、はい、奄美大島で自転車で昼飯食ったらなんか選手がずっと向こうの方行って遠く行って隠れてほんでカーって帰ってきて、お前バレバレだわ、タバコ臭いわ、もう我慢できなかったんでしょうかね。そういうのはいるよね。なるほど。ただこの11月のキャンプスタートと同時に、選手だけでなくてスタッフ、それから首脳陣全てに対してもう全面禁煙で、喫煙エリアもなくしたと。これはやっぱり健康増進が一つと、やっぱりパフォーマンスの低下の防止が導入された理由で、藤川新監督の意向が反映されたということなんですけれども、ビジターの球場でも同様のルールが適用されるそうで、まあ、だから吸っちゃいけないんでしょ。そうです、まあ、とにかく吸ってはダメですよと。やっぱりこれはその健康増進とパフォーマンス向上、特にその、ね、運動能力の低下だったり、やっぱり息切れが起こりやすいということで、選手に一番いいパフォーマンスをしてもらうためにということ。その気持ちは分かる、うんうん、分かるけど、はい、イライラする人の健康はどうするのかなって。そう、まあ、ストレスですよね、いわゆる。もう社会人だからさ、うん、それはそれとして自由にしてあげとけばいいのになって、うん、少し思う節はあるね。それはもちろん禁煙する吸わないのが俺は健康にも一番いいし、はい、あのパフォーマンス上げるためにも一番いいし、うん、それでやってきた人たちまで取り上げてしまうと、うん、逆にストレスが溜まったりだとか、はい、パフォーマンスがそのことによって落ちる可能性だって、うん、なきにしもあらずというね、はい、だからそこら辺は社会人として、うん、一選手として、うん、大人として見たら、うん、それは君たちで考えなさいっていう意見の方が自由でいいけどね、うん、私もそれは思います。社会人なので、うん、タバコ吸う人吸わない人、それぞれの今後の人生設計で野球長くやりたい人はどっち取るんですかっていうことでいいと思うんですよね。まあそうだね、うん、タバコ吸ってでも長くやった人たくさんいるからね。からね、一つ の、うん、考え方として、うん、まあ、藤川監督の考え方は分かる、うん、理解もできるし、うん、でもちろんチーム内にはタバコ吸う方もいるようで、ある選手はこれを機にやめようと思っていますというふうにコメントを出す方もいたということで、家で吸うのもダメってことなんですか。そんなことないよね、そうなってきちゃうんですよね。いや、結局はそうなってくるのは結局はね、車で吸うとかね。そうなんです、隠れてっていう風な、だからやたら駐車場行ってんなみたいなそう、やたらいなくなるなっていう、やたらいなくなるなっていう人も中にはいると思う、うんうん、でもね、本当にやめたかったらね、病院でかかった方がいい。で、禁煙パッチっていうのがあるから、はい、それを貼ってやめるっていう、うん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 、そういう方法が一番ストレスなくやめれるかなと思う。うん、他に、パリーグの球団でも全面禁煙してるチームはあるんですよね、うん、日本ハムなど、まあ、セリーグでは初と、うん、いうことになるようなんですけれども、太らなかったらいいけどな。でもやめると太る、太る、食べるっていうことなんです。食べる逆に体重管理が難しくなってきますね。可能性はある。そうですよね。だからそのやめたことによって食事がうまくなる、はい、ちょっと食べ過ぎた、はい、体重が増える、うん、怪我につながる、つながる、いや、そうしたらもう健康も元も子もなくなるからね。まあ、そこら辺はまあやっぱりもう自覚なんだろうけどさ、うん、野球以外に余計なこと考えなきゃいけなくなる選手もいるんだね。そういうことですよね、うん、まあ、これがねいい風に出ればいいんですけれども、そうじゃないパフォーマンス低下、難しいよね、うん、岡田監督なんか絶対全面禁煙なんかしないよ。自分が愛煙家なのでね、うん、もうむしろ灰皿を多くしてくれみたいな。そうですね、ね、なんならゲージの後ろに一つ灰皿を置いてくれぐらいの勢いがあると思うけど、ね、やっぱ監督によってこう変わるからな、うん、あと、
森木投手、はい、再生、するということで藤川ドラフト1位ね、はい、2021年のドラフト1位の森木、はい、投手、まずは支配下復帰のために今は、育成に一回落とすということで、そこから、再生を図るというところで、実際にこの森木投手を見た藤川監督が、投内連携でボールを持っていない腕の振りを見たら普通に投げられている、ボールを持つとその動きができないのは流れの中でつながっていないだけというふうに助言を送ったそうで、これに関して森木投手は、僧帽筋とか筋肉がつきすぎているんで、そこの力を抜くと投げるのも楽になっている、あとキャッチボールで遠投は落ちない球を投げる練習をしてくださいと言ってもらえたと、指導を受けてキャッチボールをやったら感触も良かったということで何かヒントをつかんだ様子と。まあ難しいな、触ったら触ったでな、触ったことが原因って言われるし、はい、触らなかったら触らなかったで、コーチのせいで、ね、何してるんだっていう、成長しなかったらそう言われるし、だからすごく難しいけどもね、森木の素材を見た時に、はい、今年かな、コーチに行って、高知高校の監督と話をしたんだけども、はい、やっぱ抜群の素質してたと、相当な力を秘めてるピッチャーだと、はい、いうようなことを言ってたんだよね、うん、まあそれはもちろん何回か見たことあるし、うん、ああいいピッチャーになるんだろうなっていうふうな想像をしてたんだけどもね、はい、その DeNA もその小園という同じようなタイプのね、はい、あのピッチャーがいて、なかなか出てこれないんだよね、うんうん、だから何かがこう違うんだろうな。そうですよね。ただこうやって例えば監督が変わって、投手出身の監督になって直々にやっぱ指導を受けて、何かシンプルにここがこうだからこうなんだよって言ってもらえることで180度変わって、こうそれが来シーズンなのかその次のシーズンかなんかに花開くっていうことはあること、まあ、あることだよね、十分ね、うん、まあ、素質があるからね、うん、まあ、よく言われるのが、ドラフト1位で入ってきたんだから、そのまま成長してくれたらいいよみたいな、うん、余計なことをやっぱり考えるのか、はい、まあ、いろんなものを見てしまうのか、うん、やっぱ自分を信じられなくなるんだろうね、自分の素質を自分でやっぱり信じた方がいいよね、うんうん、そしたら一番早道だと思う。そうなんです、ね、やっぱ信じれないものは何もつかめないよ。うん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 、自分の素質をもうちょっと堂々と信じていいなと思うんですね。あと藤川球児監督とか森木投手に対して、例えば石井投手とか村上投手らのキャッチボールも視察させた、見させたということで、森木投手に何かこうかける思いというか、もったいないというか、必要なという、同じコーチだからな。ああ、そっち、そうですね。そうそうそう、だから自分がコーチをするんじゃない。ああ、コーチつなが、ダブルミーニングでですね。解説をされてる時から、あとはキャンプを見てる時から、森木投手もっとこうなればいいのにっていう何かもしかしたらあったのかもしれないですよね。いや、まあ、もちろんあるよね、うん、それは俺らだって見に行って、うん、あ、もう少しこうしたらもっと良くなるんじゃないかなっていうのは、うん、やっぱそう思いで 見ながら視察してるからね、うん、だからまあそういう選手はたくさんいるよ。そうですよね。あとは、まあ、育成になってしまいましたけれども、監督が直々に指導してくれたっていうことも嬉しいというか。いや、それは嬉しいよ、うん、ありますよね。やっぱ森木なんか藤川球児監督になるって、うん、あ、強度の先輩じゃんみたいな、それだけでやっぱ嬉しいと思うし、うん、近く感じるよね。そうですよね。それがまた声をかけてきた、うん、そしたらやっぱ力になりたいな、この人のためにっていうことから始まったら早いかもな、うん、そうですよね、うん、やっぱり投手出身の監督だけにやっぱり気になるよな、うん、まあでも素質があるんだから自分をね、はい、まずは信じて、うん、やることが一番かなと、まあ、原点に帰ればいいな。そうですね。だって高校の時圧倒してたぐらいの力あるんだから、はい、まあ、原点に戻って、うん、そこからの枝葉でいいから、はい、やっぱちょっとずつね成長してほしいなと思うよね、うん、そうですね、はい。